ウィスコゾです。今回ですね、中国版ブロスじゃ、星座のスキンがあるんですけど、それがね、クオリティ段違いの、重課金者以外ゲットできないって感じなんですけど、それのスキン、ウオザですね、確か。ボー、ストゥー、エムズの次に、エリザベスのスキンが出たんで、これちょっと見ていこうかなと。はい、これですね。こちらです。これ課金専用で、ガチャで、で、6万ぐらいかな。上限6万ぐらい課金したら、確か、確実にもらえますみたいな感じやった気がするんですけど、あんまり分かってない。あんまり分かってないけど。まあ、これ闇ガチャね。闇ガチャスキン。これ新しく出たんで、もうこれどんな感じなのかちょっと見ていきましょう。では、ラインナップはまあいろんなスキンありつつ、で、このなんかちっちゃい星みたいなゲットすると、9個、この星をゲットすると交換できるらしいんですけど。なんで、これの天井が確か6万ぐらい。6万ぐらいで星9個ぐらいゲットできますよって感じですね。まあ、運試しがってらちょっとハイパーチャージゲットしとくか。さあ。まあ、運試しって何が当たりか分からんけど。はい、こちらですね。このエリザベス。まあ、一旦使っていきましょう。一旦使ってからちょっともろもろ。課金したいけどね、結局まだ、未だに実名認証が通ってないんで。頑張ってるよ、頑張ってるけど、でかくね？エリザベスでかくね、お前。さあ、通常攻撃へ。あ、細い。砕けてる。あ、いいね。いいね。素晴らしいね。まあでも、まだまだこんなもんじゃないんですよね。キルエフェクトね。これもうレベル違うやろ、このキルエフェクト。はいはいはい。もうこんな感じですね。でもこの美しさね、なんかもう、かっこいいよな。なんか可愛さじゃないよな。かっこよさないな、正直。で、売るとこんな感じ。フグが爆発して、このエフェクトね。いや、いいね。だいぶいいと思う。やっぱ課金ね、クオリティ違うよな。中国版ブロスだけ。で、死んだ時は何のエフェクトもないんですけど、復活エフェクトがあって、パカこれ。おい、よこせよ、日本版に。そのエフェクトの作る技術があるなら、そんなん欲しいやろ、誰でも。もう一回死んどくか。死に毒みたいなところあるけどな、こんなエフェクトよかったら。俺、存在感レベル違うもん、マジで。一人だけ。ってことで、まあ、エメ70個ぐらいあるんで、1回15エメラルドなんで、まあ、ちょっと4連ぐらいかな、引いていこうかなと。まあ、これで出たら。出る気しないよな、このガチャ、マジで。やみすぎるもん、なんか。普通にさ、100コインって何？ 15 エメラルドで100コインって何？おい。もう無理。もう出ねえ、これ。もう絶対闇深いもん。もうゴリゴリに課金してさ、ちょっとどれぐらいで出るか確かめたいけどさ。俺のホームが中国版ブロスとなるで。そんな課金したら。俺も多分日本版ブロスとでインすることなくなるけどいい。それでも。まあということで、まあ、一旦中国版ブロスはどんな感じなのかと。まずね、中国人の特徴を教えましょう。地雷避けんのが下手くそ。もうすげえ俺と似てる。まあ、地雷避けんの下手くそなんですよね、中国人。まあ、全員がとはもちろん言わないんですけど、このトロ隊、基本的に中国人、地雷避けるの苦手やし、モーティスはクソうまいし、コルトもうまい。で、このクソかっこいいスキン使ってるやつ、大体うまいけど、その星座のスキン、今回紹介したエリザベスとか、まあ、他にもボーとかストゥーとかあるんですけど、そのスキン持ってるやつは雑魚。金で買えるスキンの レジェンドレア持ってるやつは、ちょっとあんま強くないけど、コルトとシェリーのやつはログインボーナスのチケットでガチャ引いて一定の確率で出るんですけど、いや気持ちいいな。いいね、やっぱもう中国人に地雷はね、もう刺さりすぎてちょっと棒めちゃめちゃトロ上がってんだよな。中国ボロスタでは棒を真っ先にね、パワー9にしてスタパガジェット使える方がいい。もうトロが上がるから。さて、続きまして、コレットですね。これ、中国版ブロスター唯一の俺が持ってるハイパーチャージなんで、まあ、こいつも愛してます。愛大好きです。まあ、中国人のモーティスちょっと怖いんで、モーティスだけ、もうやったら、おい、もうサブお前のせいで、ウルト全部溜まってるやんけ、お前。待てよ。これちょっとね、中国ブロスターね、マジ敵の強さと味方の強さがガチで反比例。さ、ナイス。もうサムなんてもうちょっと、あ、いいね。あ、意外と悪くないか、このサム。なんか微妙に味方されてる気がするけど、まあ、それぐらいなら許してやる。まあ、言語の壁を越えて、まあ、それぐらいなら許してやる。あとね、右上のマイクと、このスピーカーのやつなんですけど、これ、実はチャットできます。喋れます。近くの。味方とかとね、これ通話できるんですよね、中国版ブロスター。俺が言語の壁を乗り越えれば、中国人と喋りながらブロスターできるんですよ、野良で。熱くね？俺、これめっちゃ欲しいんやけど、日本版で。これさえあれば。
さあこれちょっと横から入ってウルトで気持ちよくなるか。これオートエムで一緒。おい返す。おい誰かボール持ってこいよお前ら。もうボール運ぶ、もうサブとかさ、お前通常攻撃打たないんだから持ってこいよ。もう死んだやつは持ってこいっつったよお前。お前持ってこいっつったよお前。何のために持ってこいよ。持ってこいよお前。あるよな、あるよな。お前じゃタレット殴れねえだろうか。持ってこいよお前。なんだおい、もう中国版プロさ、サッカーの概念知らんねんけど。これ賞金稼ぎと間違ってるお前ら。多分俺がボール運んでなかったら多分一生あの石えぐいからこいつら。もう意地すごいのよ。一回決めたことマジで曲げねえからこいつら。さあ一旦ちょっとサムナイス、どんどん行ってくれ、どんどん行ってくれ。でね、黒は黒で俺のこと味方打ちしてきてるんで、もう俺が拾うしかないよな。おい拾ってこい日本人みたいな感じで思ってんのかお前ら。やんのかお前ら。次マッチした時敵来いよ。さあこれハイパーチャージウルトからの、これ挟んで、まあこれ勝ちかな。さすがにウルト打ちので、これはパスします。これ味方上がれ。お前は何ぐるぐる回ってる。今あるなら上がれや。危ねえ。しかも声いかれてんな。前半のスキンの部分は実はもう1ヶ月ぐらい前に撮ったやつなんで、で今撮ってんのは病院から帰ってきた、あの退院した後に撮ってるんですけど、声がね明らかに変な声が出る時がある。すごいかすれた声になる時あるんですよね。大丈夫かな俺。もうそろそろよ、もうそろそろ俺の喉の寿命は近いかもしれん。まあ、これね実はトロ700体ぐらいなんですけど、なんか700体ぐらいの敵じゃね、あのいかついスキン持ってるやつあんまいないっすね。50戦に1戦ぐらいくっそかっこいいスキン持ってるやつも来るけど、まあ、シェリーとコルトのやつは結構出やすいんですよ。結構出やすいんで、まあ、みんな持ってるんですけど、ガチガチ課金のやつは結構みんな持ってないっすね。中国ってどうなの、貧富の差みたいなところあるんかな。普通に買おうとは思わんけどな。あんな俺インフルエンサーじゃなかったらあんなガチャ絶対引かねえもん。あ、まずい。まあまあ、いやもうマジであの闇ガチャ引きたいけどな、そろそろ。まあでも上限決まってない、あの絶対出るか分かんないさ、スキンのために何万課金するの怖すぎるけどな普通に。だから元取れねえもん絶対。 YouTube やろう、なんか出るまで引こうみたいな企画やったら俺確実に元取れないの知ってるからさ。もう嫌なんよな。嫌やけど気にはなるし、日本人であげてる人いないから、俺がちょっと代表して金中国に引っ張ったくしかないのか。俺は別に中国愛とかあんまりないから中国に金を落としたくないけど、やらざるを、あ、ま、ミスった、やらざるを得ないよな。だって俺やらなかったら日本の動画で回ることないもんな。で今実名認証めちゃめちゃ頑張って、まあ、パスポート1万8000して更新して、そっからなんかリスナーの人がね、なんか中国人の親戚がいて、その人の名前貸してくれるみたいな進展もあったんですけど、まあ、ちょっとそれさすがにやべえなと思ってちょっとできてないです。まあ多分まあ1ヶ月後ぐらいにはできてたらいいかなって感じ。まずい、お前ら気合出してけ、お前ら残り50秒気合出してけ。俺がなんとかするしかない。これウルトで、ウルトパスから、もうリロードはね咲かさせない、通常攻撃で。よしよしよし、あぶねえ、あぶねえ。時代作った今。俺中国中にガンっていう名が広がった瞬間かもしれん。あとお前らのハイパーチャージになんとかしてもらって、いけやれお前ら、いけ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 、ファンク頑張れ。あーまずい、え、これちょっとね、これちょっとね、ちょっと、あ、ナイスウルト外し、で壁壊れてからウルトシュートで勝ちかな。あっとおっと、あ、俺死んだらまずい。あ、それ、行くな、お前。これ、ちょっと、終わったくせぇ。じじ。あの、中国人、マジ、ちゃんとうまい。はい、ということで、まあ、新しいエリザベスのスキンが出たんですけど、まあ、交互期待。いずれはゲットします、ということで、まあ、今回ご視聴ありがとうございました。